田村学徒は日本の元フィギュアスケート選手。現在はプロスケーター、フィギュアスケートコーチ、フィギュアスケート解説者などで活動中。主な競技実績に1998年長野オリンピック日本代表、世界選手権、通算4回出場、1997年2003年全日本選手権優勝など、1979年5月28日、 青森県八戸市で田村家の次男として生まれる。5歳でスケートを始めた。東北高等学校入学とともに長久保博士の指導を受け始める。1997年1月の全日本選手権では男子シングルで本田武史に次ぐ2位、ペアでは荒井万里へと組んで優勝。その後、1997年3月開催の世界選手権男子シングルでは 日本代表ただ一人出場の本田武氏が10位に入ったため、翌1998年2月開催の1998年、長野オリンピック男子シングル種目の出場枠が2名に増えたことで、田村は、荒井とのペアを解消し、男子シングルに専念。東北高校3年生児、1997年12月の全日本選手権男子シングルで初優勝を果たし、 本田武史と共に、翌年の長野オリンピック、男子シングル、日本代表に選出。なお、長野五輪での成績は、総合17位。以後世界選手権には、合計4度出場し、最高成績は2001年大会の17位だった。日本大学通信教育部経済学部卒。 日本人として初めて4回転マイナス3回転および4回転マイナス3回転マイナス2回転のコンビネーションジャンプを公式試合で成功させたスケーターである。X ジャパンのファンでエキシビションプログラムのクレナイでは衣装をヨシキの衣装を真似て作って演じた。エキシビションのロケットダイブではヒデの衣装と髪型をそっくりに真似て滑ったことがある。 2003年12月の全日本選手権、男子シングルで6年ぶり2回目の優勝を果たし、翌2004年世界選手権出場を最後にアマチュア引退を表明。プロスケーターとして、プリンスアイスワールドやフレンズオンアイスなどのアイスショーに出演し、現在は木下アカデミーのヘッドコーチとして、GM の浜田義恵と共に更新の指導を行っている。ありがとうございます。